両備内鉄道11号型電気機関車は、両備内鉄道が1927年に申請した機関 762mm 規格の直流用電気機関車である。後年の両備内鉄道の国有化に際して、本形式も国鉄席へ編入され、KED10 系の形式称号が付与されたが、本形式は、 日本の国有鉄道に在籍した唯一の特殊狂気専用電気機関車であった。両村内鉄道が1927年に6 0 0ト直流電化を行うに際し、日立製作所で6両が製造された。突形車体を持つ小型電気機関車で11から16と不番された。台車はアーチバー式の二軸ボギー台車を二組有し、 終電装置は、ポールを二組備えている。連結器はピンリンク式である。両村内鉄道はこの機関車によって、既存の客車、貨車を牽引する運行形態を取り、国有化まで電車を導入することはなかった。1930年11月には、沿線での陸軍大演習視察を目的とする、昭和天皇の行行に伴い、おし列車を牽引している。1933年に、 両備え鉄道は国有化されて、復縁線となる。これに再始電機機関車11から16号も引き継がれ、国鉄形式を与えられて、KED10K、KED11、KED16 となった。形式称号に付された、K は、軽弁鉄道規格の車両を意味する記号である。しかし、国有化後、改め機直前実機の撮影になる、KED10 の写真に、 国鉄式の KED10 というプレートではなく、旧、両村内鉄道時代の番号のみの車番が残っていた例があり、廃車以前に実車表記の国鉄形式への変更が完了していたかは不詳である。1935年には、福縁南線、福山府中長間の1 6 7 m m への改め機工事が完成し、同時に本形式も役目を終えた。 国有鉄道には他に電化された 762mm 機間路線がなかったことから転用されることはなく廃車されたがその後の処遇については不明である。鉄道統計資料昭和11年度ありがとうございます。